皆様、お騒がせしました。私ですね、この動画を投稿していない期間、反省に反省を重ね、猛省させていただきました。そしてね、皆様からの賛否両論の意見、すべて受け止めました。関係者の方々だったりとか、皆様、もし見ていただいている方、ご心配、ご迷惑をおかけしました。本当申し訳ございません。これからですね、安全運転でバイクの楽しさを伝えるためにですね、これからもう本当一からやり直す勢いで、復帰をさせていただきたいと思います。皆さん本当に申し訳ございませんでした。バイクの楽しさを伝えるっていうのをね、一心に動画投稿再開させていただきますので、これからも抜かずよろしくお願いします。オートバイの運転を改めるっていう意味でも、こちらやってきました、交通公園ですね。こちらではまさに教習所と同じコースができるようになっておりまして、一本橋だったりとか波状路、クランク、S 字、ブレーキングコースまであります。本当に運転を改めるという意味でこちらやってきましたんでね、放棄走行で今回走りたいと思います。ではね、せっかくなんで卒検と同じようにやってみたいと思います。まずは近づいてサイドスタンドをで、ちょっと久々に高い声出した。乗る前に後ろを見て乗ります。乗ったらね、ミラーの調整を行って、一応後ろ見てエンジンスタート。さあ、ギアを入れて後ろ見てスタートしていきましょう。まずは指定速度、おー、しっかり指定速度も出せているんじゃないでしょうか。コース内でもね、しっかり指定速度で走りましょう。もちろん公道でもね、指定速度で走りましょうね。さあ、そして続いてやってまいりますのはこちら S 字ですね。皆さん S 字クランク波状路行きましたよね。さあ S 字もね、こうやってゆっくり細かい速度で行きたいと思いますよ。あ、でもこの速度だったらちょっと無理。あ、エンストしちゃいました。うわー、ちょっと、走っちゃいけないところ走りました。一本橋何秒いけるか、スタート。確か卒検では7秒以上で通過すればよかったのかな。スタートするぞ。両輪が乗ってスタートだ。あー、まだまだいけるんじゃないか。あ、これで一応卒検のゴール速度である。あー、一本橋も見事クリアですね。そしてね、2週間ぶりにオートバイに乗ると操作方法を完全に忘れているガフタガタなってしまいますね、これは。さあ、そして大型免許ではなぜかあるこの波状路、これはね、ちょっとだけ立ってこの超える時にクラッチを使って1個ずつ、オートバイの運転できなくなっちゃった。まさにこのコースでやってる通りで、後期走行からやり直した方がいいということですね。しっかりこの S 字、クランク、よし、むず急制動もね、やってみたいと思います。60キロぐらいから、ほら、あ、急制動もできましたねさあ、私はね、まあ、の近親を開けるにはこのとんでもね難しいこの波状路をねクリアしないとこれ戻れないでしょう。さあ、行きましょう。低速での扱いを極めれば安全運転ライダーとしての昇華となる。行くぞ。うわやけくそだったけどクリアしたぞ。ちなみに卒検であんな難しい一本橋ありませんのでというところで、教習所の試験、一本橋、波状路、そしてね、めちゃくちゃ難しいこの一本橋、クリアはしました。皆さん、ここは福岡県にある長井鶴交通公園というところなんで、気になった方はぜひ練習しに来てみてください。私も新規行って本当にこういう教習所みたいなコースからやり直しをさせていただきます。いやー、改めてね、こういうところをね、一から走ってみると、基礎から何もできてなかったなっていうのをね、実感いたします。より一層ね、安全運転しようっていうね、心が芽生えました。このオートバイをね、買った時も交通公園にすぐに行ってね、練習して、ある程度このバイクが自分でも扱えるようにっていうのね、意識してやっていました。まあ、そういうね、オートバイに対するこういう意識だったりとかも薄れていたと思いますのでね、この自粛だったりとか、この炎上はもう改めて僕にはね、めちゃくちゃプラスになったのかなっていうふうには思います。本当に久しぶりにオートバイに乗ってね、やはり僕にはオートバイが必要なんだということが改めて分かりました。でも本当に初心に戻ってオートバイの楽しさを伝えていきたいと思います。本当に僕きっかけでバイクに乗り始めたっていう人もね、いるぐらいだからね、お手本になれるような人になれればいいなっていうふうには思います。まあ、お手本
にするかどうかはちょっとあなた次第みたいなまあなんなら反面教師みたいな感じで僕を見てね、ああこうはならないどこみたいな面白くてね、これからもバイクが楽しいんだっていうところをね皆さんに見せていきたいと思いますので、ぜひ今後もご活動よろしくお願いします。ということで今日の動画は短いですがこれぐらいにしたいと思います。